オロネツの首相、オロネツは、ロシア連邦、カレリア共和国の都市、カレリア共和国の最南部、ラドガ湖の東側に注ぐ、オロンカ川沿いにある、オロネツキー地区の行政の中心地、サンクトペテルブルクへは南西へ 310km、カレリアの首都、ペトロザボーツクへは北東へ 150km、フィンランドの国境へは北西 200km、 2002年全ロシア国勢調査での人口は1240人。オロネツはカレリア共和国内で唯一、カレリア人が人口の多数派を占める都市であり、カレリア後の東部方言が話されている。1999年には350年祭を祝った。スモレンスクの生新ジョイコン制度、オロネツ市街地オロネツは記録上ではカレリアでも最古の町である。 ノブゴロド公国の文書では、1137年には、すでに、オロネツが言及されている。しかし、モスクワ大公国がスウェーデンからの防衛のために、要塞を建てた1649年までオロネツについての記録はなく、その間の歴史は、はっきりしない。この1649年には、オロネツは、死の地位も得ている。 18世紀初頭に大北方戦争が起きるまでの時期、オロネツは、ロシア商人とスウェーデン商人の間の交易の中心地として栄えた。町の南方には要塞化された修道院が帯状に続いており、中でもスビリ川沿いのアレクサンドルスビルスキー修道院は、最重要の防衛拠点であった。18世紀には、オロネツは、国境貿易の町から、 鉄の加工を中心とする工業の街へと性格が変わる。1773年にはカレイア地方にオロネツ県が設置されその県都となったが、1784年に県都は北東のオネガ湖畔にある新しい工業都市、ペトロザボーツクへと移り、以後オロネツはゆっくり衰退した。1912年の時点では人口はわずか2058人であった。 1917年にフィンランドが独立を宣言するとカレリア西部はフィンランド領となりオロネツを含むカレリア東部がロシアに残ったフィンランド軍はカレリア全体を併合しようと軍を進め1919年には短期間フィンランド領となりフィンランド軍と赤軍との間で激戦が起きている1940年にフィンランドが冬戦争で敗北すると カレロフィンソビエト社会主義共和国が成立しオロネツはその一部となるが続く1941年から始まった継続戦争ではフィンランド軍に占領された1944年6月25日にはソ連軍がオロネツを奪還しているラドガコ東方の肥沃な農村地帯の中心都市であるオロネツキー地区の大半は森林と故障であり 林業と工業はこの町の主産業の一つとなっている。また家畜や毛皮動物の飼育も盛んである。ありがとうございます。